心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。昨年の11月2日に発売になりました三山ひろしの女に生まれて、この歌でたくさんの方にお世話になりまして誠にありがとうございます。今年はですね、3月そして9月、2回ですね、 NHK のど自慢にも出させていただきまして、皆さんからたくさんの声援をいただきまして嬉しいなと思っております。そして11月の7日、この11月7日にですね、1年ぶりの新曲が、実は発売になりまして、男の嘘という新曲でございます。この歌は前作の女に生まれてと同じくですね、女歌なんですけども、一人のその女性のけなげさ、いじらしさをテーマにして、明るいこのリズムのあるそういう歌に仕上がっております。この歌もですね、たくさんの方に愛していただきたいなと思うんですけども、この歌のですねポイント、歌を歌う時のポイントなんですけども、私の師匠作曲家中村天翔先生に教えていただきました、ポイントをですね、ここでご紹介させていただきたいと思います。必ずですね、同じ言葉が2回続く時には、歌い方を変えて歌う。男の嘘の中にはですね、だからだからっていう、だからが2回続くところがあるんですが、そこで、最初のだからをストレートに言って、2回目はだからとちょっと笑って歌うっていう感じでございますね。せっかく楽しいカラオケでございます。明るく楽しく元気よく歌っていただきまして、三山ひろしの男の嘘、一人でも多くの方に広めていただきたいなというふうに思っております。これからも三山ひろし一生懸命頑張ってまいります。日本といえば演歌、演歌といえば三山ひろしと言われるほどに頑張ってまいります。どうぞ応援のほど一つよろしくお願いいたします。